第9号総改艇は、日本海軍の総改艇。第7号型総改艇の3番艇。太平洋戦争では、フィリピン作戦で、美ン攻略、ラモン湾上陸に参加。続いて、ランイン作戦で、メナド、ケンダリー、アンボン攻略に参加したが、アンボンで総会中に食来沈没した。1938年2月7日、マイズル海軍交渉で寄港。 同年5月28日浸水し、総改底に類別。1939年2月15日に春行。佐世保陳述席に編入。1939年には日中戦争において、家中、河南の作戦に参加。1941年4月10日に第3艦隊が新編された。この艦隊は第16戦隊、第17戦隊、 第5水雷戦隊、第12航空戦隊、第1根拠地隊、第2根拠地隊からなり、第9号総海艇は、第1根拠地隊の、第21総海隊に所属していた。太平洋戦争初戦では、飛島部隊、第2九州隊の一隻として、フィリピンの美眼攻略に参加した。 第2九州隊は上陸部隊を乗せた戦団を護衛して1941年12月7日に魔皇から出撃、12月10日に上陸が行われた。同日、空襲で第21総海隊の第15総海艇が沈没した。ついで、白鷹を除く第1根拠地隊は、軽巡洋艦、ながらなどと共に第4護衛隊を編成し、 ラモン湾上陸作戦に参加した。上陸は12月24日から行われた。12月26日に、飛湯部隊の大半は、ライン部隊となった。第21総解体は、軽巡洋艦、人数などとともに、東方攻略部隊の第2号衛隊として、メガド攻略に参加した。攻略部隊は1942年1月9日に、マグナガワンより出撃。 1>, 1月11日に目など毛イの上陸が行われた。第9号総会艇はケマ攻略の戦団護衛に従事した。同日、第21総会隊は万華白地の総会を行った。1月14日にモルッカ海で潜水艦30隻発見との報告があり、第15、16駆逐隊と第21総会隊による総動が行われたが、何も見つからず。 潜水艦発見の報告の大半はクジラを誤認したものとされた。1月21日より、ケンダリー攻略作戦が行われ、第21総会体も参加した。攻略部隊は1月21日に万華白地から出撃し、1月24日に上陸が行われた。ついで安本ンン攻略に参加。第21総会体は、第15駆逐隊。 第一小隊とともに1942年1月28日にケンダリーより出発し、1月30日に攻略戦団に合流。1月30日から31日の夜に戦団は目的地に到着し、上陸が行われた。2月2日、第21総会体によるアンボン湾の総会が開始されたが、同日14時に第9号総会体は触来して沈没した。 同年4月10日に除籍。ありがとうございます。